眼科医の平松です。今日はお子さんの視力を測るときのポイント、まあ、それは親御さんとかもやることありますし、まあ、医療従事者やることがあって、ちょっとそれで知っといてほしいことっていうのがあります。で、お子さんって言っても、まあ、年齢いくつもあるわけですよね。0歳から、まあ、18歳、20歳ぐらいまでが、まあ、お子さんって表現になってくる。まあ、もちろん18歳、20歳って普通に視力検査できますね。でも、まあ、例えば、幼稚園に行ってるとか、まあ、小学校入りたてとかってお子さんだと、視力検査うまくできるかなって結構不安になりますよね。で、もっと小さいお子さんだと、そもそも視力検査わかるのっていうところから不安だと思います。なので、ちょっとそこら辺をお話しすると、まあ、わざわざ眼科に行って検査を受けに行ったのに、空振りに終わるってことがないんですよ。どういうことかっていうと、事前にこれ分かって、ある程度シミュレーションしておくと、眼科に行ってある程度、うまく検査できます。するとですね、お子さんちゃんと検査できるので、あ、異常があります、異常はないですっていうのがわかるんですよ。でも、あんまりうまく検査ができないと、ちょっとわかんないから、もう一回来てねっていう風になって、何回か行かなきゃいけない。で、お父さんお母さんって忙しいじゃないですか。なかなか正直眼科に行きたくないなっていう気持ちもわかるし、待ち時間も結構長い、申し訳ないけど長いですよね。長いんですよ。なので、まあできれば1回で済ませたい。もちろん病気的に仕方ない時は別として。となると、やっぱ視力検査スムーズにやってほしいと。じゃあどうすればいいかっていうこと。で、どんな視力検査するのかっていうのを事前にお話しとこうと思います。もちろん医療施設によってやり方もろもろありますけど、まあ基本的なやり方ですね。例えば、0歳児とか1歳児、そうですね。あとは2歳児ぐらいまでっていうのは、もう視力検査なんてできませんね。1歳の子に上下右左答えてなんてできないじゃないですか。できないんですよ。で、どうするかっていうと、本当にちっちゃい子の場合は PL 法って言って、縞模様と縞模様じゃないのを出してどっちを見るかっていうのを見ます。で、縞模様の方をパッと見たら、あ、この縞模様ぐらいは見えてんだなって。これが、まあ、ちっちゃいお子さんの方ですね。だからこれ、親御さんが何もする必要ない。そのままで結構ですね。次なんですけども、まあ、これいろいろやり方あるんですけども、まあ、一番ポピュラーなのは、うさぎさんの絵描いて、お目目作るんですよ。で、そのお目目が、大きいのとちっちゃいのを作るんですね。大きいお目目の時とか出して、紙出して、うさぎさんのお目目指さしてって言って、お目目指さすと。まあ、そういう検査なんですよ。お目目が大きい時がわかるのは視力はね、そんな良くないと。ちっちゃいお目目でもわかるっていうのは、これが、とても視力がいいってことなんですね。なので、まあ、そうですね、3歳ぐらいまでの間では、それをやることがあるっていうふうに思ってください。まあ、1歳、2歳のことが多いですけどもね。で、2歳で3歳児検診前後になってくると多いのが、絵の指標になってきます。例えば、お魚さん出すとか、お馬さん出すとか、犬出してみて、まあ、ワンワンって言いますよね、ちっちゃい子だと。まあ、そういうの出してみて、何見えるみたいな感じにするんですよ。で、例えば、お魚さんだと、大きいのから、まあ、小さいの、ずっとお魚さんだと全部ずっとお魚さんになっちゃうので、お魚さんだったり、うさぎさんだったり、ゾウさんだったり、いろいろするんですけど、まあ、それが小さくなってくって感じの答えですね。なので、まあ、3歳前後の場合、まあ、3歳児検診の時、まあ、それぞれでやると思うんですけども、お家でも、これなーにっていうのをちょっと、練習してみてから眼科に行っていただけるといいかなと思うんですね。例えば、ゾウさんとか、ウサギさんとかって答えられると、眼科でも同じ感じで答えられると。お家でゾウさんとか出しても答えない場合、ちょっと眼科ではこう検査厳しいかなっていうふうに思っていただけるといいと思うので、まあ、多少練習してきていただけると、まあ、非常にスムーズで一回で済んじゃうってことがあると思うんで、まあ、そういうふうにしていただけるといいと思います。で、そっから先になってくると、小学生ぐらいになってくるとか多いですけれども、まあ、いわゆるよくあるランドルト管って言うんですけど、よく C の字って皆さん言いますね。上、左、右、下とかってやつ。あれをやりますね。で、最初は上とか下とか右、左って答えるの難しいじゃないですか。よく右手はお茶碗、左手はお茶碗持つ方で、右手はご飯食べる方とかって言いますけど、それ右利きの子だったりいろいろして。右と左って難しいですよね。なので、慣れてない時は、ランドルコトカン、C の字を手に戻ってもらって、お兄さんお姉さんがやったのと同じ感じで合わせてって言うんですよ。そうすると、そのお子さんが、こう、こう、こうって言って合わせて、合ってれば視力検査 OK っていう風にやるんですね。なので、慣れてない子とかの場合は、最初は練習だけになってしまうので、お家でもやってみていただけると、眼科に来た時、本当にスムーズに検査ができるので、まあ、それ本当にいいかなっていう風に思っています。基本的に視力検査やるときは、絶対叱らないでください。適当にやっちゃったり遊んじゃったりしても、もうなんでそんなことやるのとかっていうと、
なんていうかな、視力検査が怖いことだって思っちゃったりとか、嫌なことだって思っちゃうことがあるんですよ。するとですね、次からですね、視力検査の台の前に来た瞬間、走って逃げるんですね。まあそういうことよくあるんです。あるんです。なので、お父さんお母さん、あんまり視力検査にふざけちゃったとしたら、あ、もうやめようかっていう感じで、一回もう切っていただいて、ふざけるのをいいというふうに肯定しちゃうのもちょっと違うわけなんですけれども、かといってあまり攻めすぎて視力検査が嫌なものだという印象を与えないようにはしていただけるといいかなというふうに思っています。発達障害とかある子の場合っていうのは、またちょっと特有の注意ポイントっていうのがありますので、それまた別の動画で紹介していますので、特に発達障害の子の場合って視力が重要だったりする面や、視力検査が難しいことがあるので、まあ、その点も分かっておいていただけるといいかなと思います。まあ、ちょっと面倒かなと思うかもしれないですけど、お家でそういう視力検査の練習することって、そもそもお子さんの発達、例えばね、うさぎさんとか答えるっていうのって、知識というかそういうのを育てるのにも役立ちますし、いいことですので、別に眼科に行く用事がなくてもやってくださるのがいいと思うんで、ぜひやっていただければと思います。今日はお子さんの視力検査、何歳ぐらいでどういうポイントがあるのかっていうのと、お家でやれる事前の準備についてお話ししました。